最近ちょっと不思議に思うことがあって、僕Facebook で広告出させてもらってるんです。見たこともある方おられると思うんですけど、 Facebook のリバーズエコっていうアカウントで、格安リユースパソコンの広告見たことある方もおられるかと思うんですけど、うちのパソコンをね、こんなんやってますよみたいなのを、広告出させてもらってるんですけど、これがですね、結構すごくいろんな方からいいねもらえるんです。全然本当に知らない人からもいいねしてもらえて、で結構通知がいっぱい来るんですよ、お知らせってところで。それがですね、なんか最近ピタリと止まりまして、でまだ掲載期間終わってないんですよ。掲載期間まだ終わってないのにプツリと止まっちゃって、でちょっと確認するとなんかですね、支払い方法に問題があり、未決済になってますみたいな表示が出てるんですよね。なので、ちょっと未決済の意味もわからないし、広告が止まってる意味もわからないので、ちょっと誰か詳しい人いたらちょっと教えてもらいたいんですけど、この Facebook のね、ちょっとよくわかんないんですよね、これも。支払いがカードじゃなかったらダメだったりするんですよね、これ。ありましたね、この支払い未決済の。やばいっすよ、これ。これ125万6000円未決済ですになってますよ、これ。125万6000円。12345678。これマジですよね。なんでこんなになっちゃってんの。怖い怖い。マジ怖い。意味わかんない。ちょっとやばい、マジでやばい。これいつも僕は一応予算を組んでやってるんですよ。この例えば5000円で5日間とか、6000円で1週間とかで、そのターゲットとかいろいろこうなんか選択するとこがあって、で一応その僕大体もう5000円とか6000円とかもそんな額だったんで、もう別にいっかと思ってやっちゃったんですけど、これなんでこんなに、マジですよ、これ。支払い方法に問題がありとかどうこうの、
騒ぎじゃないですよ、これ逆に勝手に125万も使われたら大ごとですよ、これ。え、なんでこれ。いや、僕てっきりちょっと先日調子ぶっこいて超バカでかいテレビを買っちゃったんですよ、カードで。で、それでカードの利用制限の限度額をオーバーしちゃって、この Facebook の広告費、まあ、カードで決済するんですけどね、これのその限度額超えちゃってるから引き落としができなくて広告が一時中断したのかなって思ってたんですけど、これ額がね、こんなもん払えないですよ普通に。いやいや、うちみたいなこの弱小企業払えないですよこんなの。いや、まあ払えないことはないですけど、払えないことはないですよ。そんな100万ちょっとは。でも人件費とかそのいろいろやっぱあるじゃないですか、その買うものが。特に今格安パソコン組むのに結構新品の SSD とかメモリとか買ったりするんで結構経費がかかるんですよね。これでこんな120何万もこれなくなっちゃったら、いや、うち本気でやばいですよ。どうしよう本当に。え、ちょっとやばいな。え、これなんかの詐欺だと思います？これなんか、え、 Facebook ってこんなんあります？いや、怖いよな。でも Facebook これ問い合わせとかどこにしたらいいの？いや、これゴールデンに CM 流した勢いっすよこれ。いや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 、マジどうしよう。ちょっとおしっこちびりそうですよこれ。どうしよう。マジか。え、これ払わなかったらどうなると思います？これ125万6000円、 Facebook もう二度と使えないとかですかね。いや、でも Facebook から恩恵かなり受けてるからな。いや、これですよこれ、これこのバカでかいこの70型のテレビ。いや、僕これのせいでカードの限度額超えちゃったと思ったんですよ。違うの？うわ、マジか、どうしよう。いや、これはちょっとやばいっすね。ちょっと、いや本当にうんこ漏れそうなぐらいすごいプレッシャーですこれ。あ、分かりますかね、うんこ漏れそうになるプレッシャー。こんな、お腹痛いよ。え、皆さんだったらどうします？これどうしますって、まあ払わなきゃいけないっすよね。まあそれ当然使ったものに関してはお金は払わないといけないとは僕ももうそれは重々と思うんですけど、ちょっとうーん、まいったなぁ。ちょっと時期が時期だしなぁ。最近パソコン減ってるんですよ、入ってくる量が。
いや本当にやばいな、基板もこの間出しちゃったとこだし、どうすりゃいいの？ちょっとこれ考えます。ちょっと弁護士さんに相談します。ああ、よかった。ああ、よかった。よかった、本当よかった。よかった。125万じゃなくて、12,500円の間違いでした。12,600円かな。ああ、なんかよくわかんないけど。ゼロがなんか2つ多かったみたいですね。なんか表示の何なんですかね、あれ。ゼロがまあ2つ多くて、結局僕が調子こいででかいテレビ買って、カードの上限がいっちゃってて、で未払いになってたみたいです。はい。でちょっと別のカードを使って、で未払いだった分決済しまして、で広告再開しました。普通に Facebook さん、やっぱりそんなね詐欺なんかするような感じじゃないですし、まあきっちりね支払いした額もトータルで、まあ、4万円ぐらい、ということで現在は収まっております。いや本当に一時はね本当にどうなるかと思いました。もう僕本当にマジでもう全部売ろうかと思ってましたもん。いや本当にやばいと思いました。もうちょっとね、いや寿司屋の回数もね本当減らさないとやばいなと思ったし、いや本当良かったですね。もううん、ちょっといやなんか本当に良かった。いや本当に良かったですよ。もう本当に良かった。いやもうなんであれゼロ2つ多いんですかね。あれ心臓に悪いですよね普通に。なんなんですかねあれ。いやー本当なんかドッキリ食らった気分ですよね。もう本当に、いやーよかった。ああありがとうございます。これからもちょっとリバーズエコの広告が流れてうざいかもしれないんですけど、まあ、ちょこちょこいろいろと広告させてもらうと思いますので、またその際はいいねしていただいて、まあ、よかったら友達申請とかも小川亮のFacebook ありますんで、はい、ぜひメッセージと お待ちしておりますので、これはエコちゃんです。エコちゃんです。はい、エコちゃんです。はい、ということで、はい、今日は終わりたいと思います。バイ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 、あ、痛い痛い痛い